コンデュイットは、イギリスの競走馬、種牡馬である。2008年のセントレジャーステークス、ブリーダーズカップターフ、2009年のキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス、ブリーダーズカップターフを制した。2007年8月にデビューし、初勝利に参戦を要しそのまま2歳シーズンを終える。2008年は6月に2勝目を挙げると、同月に行われた G2 競走キングエドワード7世ステークスで2着と、好走し、翌月には G3 競走ゴードンステークスを僅差ながら勝利する。続いて、3冠最終戦セントレジャーステークスに出走し、5番人気ながら早めに抜け出すと、後続を寄せ付けずに3馬審査の解消。さらにブリーダーズカップターフも解消し、史上初めてセントレジャーの勝ち馬が BC ターフを制した。同年のエクリプス賞最優秀芝牡馬を受賞した。休養を終えて4歳初戦は5月のブリガディア・ジェラードステークスから始動したが、島でトリオンフの花差の2着に敗れた。続く7月4日のエクリプスステークスでは2冠馬、シーザスターズの3着だった。そして7月25日のキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスでは1番人気に支持され、レースでは2着のタータンベアラーに1馬身3、4差をつけ、優勝、G1.3 勝目を挙げた。その後、ぶっつけで凱旋門賞に挑んだが、シーザスターズの4着に敗れた。凱旋門賞後の10月29日、翌2010年から日本のビッグレッドファームで種牡馬となることが発表された。その後、ブリーダーズカップターフでは、道中最後型追走から徐々に進出すると、大逃げを打ったプレシャスパッションをゴール前でかわして優勝、史上2頭目の連覇を飾った。引退レースとなった。ジャパンカップでは同年キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス BC ターフの覇者の参戦ということで大いに注目が集まった。人気もウォッカ、オーケンブルースリに次ぐ3番人気となった。道中はやや後方待機で直線で追い上げるも、ウォッカ、オーケンブルースリを捉えられず、レッドディザイアにかわされ4着に敗れた。現役引退後は、予定通りビッグレッドファームで種牡馬活動に入ったが、2013年よりデビューした3区の活躍は思わしくなく、中央競馬では東京ジャンプステークスを制したシンキングダンサー以外は下級条件馬を数頭出す程度の成績に止まった。6年間の種牡馬生活で送り出した競走馬のうち137頭が勝ち上がりを決めていた。2015年に北アイルランドからの上等ファーに応じて輸出され、ダウン県のタリー・レーンハウススタッドにつなぎ用された。2020年6月17日、コンデュイットは、急性の脳損傷が原因で、死亡、15歳であった。ありがとうございます。